チャンネルクララをご覧の皆様こんにちは。 本日は産経新聞論説副委員長のお久しぶりです川瀬弘之先生のお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。<や>本当にお,さお久しぶりです、ね。お久しぶりでございます。いやずっと那覇市局長をやられていたということでなかなかまあコロナもあってご出演がかなわなかったんですがまあ、まあ、せっかく私目がの自由主憲法という本を出しましたんで憲法といえば川瀬先輩だ。はい。いえあの沖縄何年ぐらいおられたんですか。三年半。はい。あちょうどですねコロナが入り始 始めた令和2年の5月に行きましてもだから行った当初っていうのはもう沖縄が一番ひどかったっていうような状況ですから、うん、ずっとコロナで長い間活動がなかなかできなかったんですけれども、はい、ただコロナで幸いだった。 はい、こともありましてこんなこと言ったら失礼かもしれないんですけれども、はい、それまでですね過激だった左翼の活動というのがですね、はい、ほとんどコロナでできなくなってしまったというのがありまして、はい、玉城知事がですね誕生してからですね1年ぐらいは非常に好調で、はい、辺野古を巡るですねあの県民投票とかをして、はい、まあそれで左翼勢力にですね革新勢力にすごい勢いがついたんですけれどもこの勢いがコロナでほとんどストップしてしまったと。 はい、いう状況はあるんですけれどもやはりコロナが落ち着くと,と同時にですね徐々にやはりそういう活動もまた盛り上がってきて、うん、今まさにそれがですね、えー、高まりつつあるような状況で,す、はい、でもあのこの前の県議選では共産党が反転したとお聞きします、ね、あのですねこれが沖縄の不思議なところですね、はい、沖縄の一般県民とそれからその本土に伝わってくる沖縄っていうのはこれは全く違うんですね。はい、はい で私はこれ,がこ,れこれこそが沖縄の病であるというふうに思っているんですけれども、うん、本土の人たちが考える沖縄っていうものは反自衛隊、はい、反米軍、はい、反政府である、まあ、革新勢力が非常に多いんじゃないかっていうようなイメージを持ってるかもしれないんですけれどもこれはあと2年前にですね沖縄の本土復帰50年という。 あれがありましてあの大きなイベントがありましてそれを前にですね各社が報道各社がですね、えー、沖縄県民の世論調査を盛んにかけてるんですけれども、うん、まあ 各社の意図としてみれば、えー、本土から沖縄は差別されてる米軍はひどい自衛隊もひどいっていうようなことを意図してやったかもしれないんですけども実際に出てきたアンケート結果っていうのはまるで真逆であって、はい、米軍を支持するこれ6割以上米軍を支持してますし自衛隊はさらに高く7割以上が支持をしている逆に一方でですね中国に対して好感を持ってる県民というのは1割もいない5程度しかいなくてですね9割以上は中国に対して警戒心を持ってると。 それだけ安全保障上の問題についてもいきなきゃな深く考えているで、それがですね6月の、ね、上旬の県議選に現れたと思います、うん、自民党が立てた20人の候補は全員自民党の候補は全員,全員当選して一方でですね共産党は7人から4人に立憲民主党系は4人から2人半減しているわけですね、うん、はい。でも実際に 出てくる本土に伝わってくるものっていうのは沖縄の地元市が伝えるる沖縄ですああのいわゆる沖縄西というやつ沖縄西が中心として、はい、で沖縄西が沖縄の地元メディアというのを引っ張ってますから、はい、でそこから聞こえてくるのはですねその少なくともオール沖縄ではないですね、うん、ハーフ以下の人たちの意見があたかもオールであるような形で伝えられてきてると。うんうん うん、いうふうに思っていますで、これですねだけどじゃあ沖縄県民が一般的にその人たちがまともな人たちが多いからいいじゃないかというわけにはいかないわけですよね、はいうん、その、えー、一部の人たちが作っている、えー、意見、うん、それを報じるメディアがですね県政を動かしている多摩県政を動かしているという現状があるとで、そこにまた中国が付け込んでくるというような状況きび大変厳しい状況があると思っていますので、うん ここはやっぱり根本から変えていくようなことをやっぱ運動を起こしていかなくちゃいけないんじゃないかなとその一つがやっぱり憲法の改正であると私は思っています、はいはい。まあ憲法といえば9条で、はい、まあ逆にもう9条にものすごいこだわっている人が多いじゃないですかで。ええ いやそこでですねまあ今日は9条の話を中心にやりたいと思うんですよこちら私が自由主義憲法草案を作ったこの9条どうするかっていうときこれまさに第2章、えっと、お,お持ちの皆様はですね、えっと、この本の、ね、109ページをですね開けていただければと思うんですけれど最初考えた案がですね案もう9条そのものを消すと。 でもっていうまあ繰り上げないんですよそういうとり法律ではいや本当これ削除した方が誰も困らないからやめそうですね給与 <laughs> を宗教のように考えている人だけが困るっていういや あの本当に一番困るのはですね、はい、憲法が法律じゃなくなってるところが現状があると思うんですよね、はい、日本においてはですね。はい、でこの本人も非常に勉強になることというかですね、はい、非常に我々もハッとさせる視点がすごい書かれてるんですけれども特に私ですね一番、はい、思ってることでやっぱり日本にそもそもある、まあ、いわゆる日本の基本である憲法と、はい、まあここに詳しく書いてますけどね、はい、字に書かれた憲法点っていうのは全くこれ別物であって。はい、で 今の一番の日本の問題点というものはですね日本がもともと国の根幹としている憲法とそれから字に書かれた憲法点が乖離しているところだと思うんですね、はいはい、その最大の問題点がやっぱり九条だと思うんですよ、はいはい、実績にははっきり言って F-16 持ってるわけですから、はい、俺はあの軍を持ってないなんていうことは言えないわけですけれどもでも憲法九条はいまだに生きていて、はいはい でそれがことあるごとにですね、まあ、いわゆる革新勢力のスローガンとなって、日本がま安全保障上のですね、防衛力を整備しなくちゃいけないというときにハドブレーキばっかりかけまくっているっていう現状があると思うんですよ。はいはい、で、この現状をどうやってじゃあ突き崩すかっていうことで。はい 一時一句でも僕変えればいいいと思います、はい、あのこういう憲法教の人たちはお経ですからはっきり言って、はい、まあコーランや聖書も似たようなもんですけれども、はい、一字一句でも変えることに変えればですねそこの神話性っていうのは崩れるわけです、はい、もうその時点で彼らはこれを運動のスローガンになかなか使えなくなってしまうと思うんですよね。はいはい だからそこをやんなくちゃいけないんですけどこの本がもう見事なのはばっさりいってしまったと <laughs> どころじゃないっていうね、はい、もう消去 <laughs> 消すっていやでも結構正統派の議論だと思ってまして、うん、長らく改憲論ってあの改正規定が厳しすぎるから96条変えるっていうのと9条2項だけでも削除させてくれっていうのでしたよね。はい だからなったら一個も残す必要がありま本当にね <laughs> いうのは最初の案ですいやでまたじゃあ全く九条の要素がなくなった九条というかですね防衛の要素がなくなったのかといったらそうじゃなくて八条に入れてるそうですねこれは、はい 見事ですね逆にいやよっぽどあの統帥権復活とか考えたんですけどさすがにあの浜田聡さんという国会議員の先生がに依頼で作った憲法典の条文なので、まあ、それをやるといやいろいろ大変で、まあ、NHK と今、まあ、皆さんいろいろあると思うんですけど、はい、やっぱり憲法といった時に NHK の問題であのとはもちろん一致してるんですけどじゃあどんな憲法といった時に憲法間の合意が党でも大変だっていうことで、うん、浜田さんとこ私の個人 と個人だけでやりましょう。ってなったぐらいなので、じゃあ憲法官の合意がないものま、もうそれは削除していいかなとで特、特にないのが、はい、軍隊を持つか持たないかの合意がないってどういうこと、うん、っていういや、あの軍ほとんどの国は軍隊を持つって合意あるんですけど、逆に25カ国くらい軍隊を持たないって合意してる国もあるわけですよね。はい、だから、日本国だけは軍隊を持つか持たないかの合意がなく。 でそこであの中途半端丈夫にいじるんだったらもう消した方がいいんじゃない、うんうん もうまさにそうだと思いうのが第1案で 1>、ええとはいうもののそれやるといろいろ大変かなと思った時に案2っていうのを考えたんですけど実はです、ね、この案2は案2.2でして、うん、最初の案2.1はですねあ実は1項だけの「日本国は侵略を行わない」うん、これだけでいいかな、ええ、いや侵略を行いたいってい人どこにもいないと思います、うん、これはさすがに合意できるかなと思ったうんます、ね。はい でまあ、今回2項の方にですね軍という言葉が入ってるんですけれども、うんまあ、だけど一番大事なのはその1項であって、はい、でこれさえあれば、まあ、基本的にその日本が平和を維持するってで今日本があの世界のです、ね、自由と民主主義を信奉する国々と一緒にやってるのはやっぱり法と秩序をに基づく国際秩序国際平和の維持ということですからこれをしっかりやっていきますよと。 いうことと、まあ、大切だ思す日本国は侵略は行わない、うん、まあそれやりたいという人相当変だと思う,、うん、うんででも,も侵略された時には自衛はやると、うん、で自衛のためにいつどれくらいの軍隊持つかどうかはその時点での多数決で決めましょう、えー、でいいんじゃないかな、えー、うんいやまさにその通りだと思いますね。はいえー で現実的に国際情勢って非常に動いていますので、はい、例えば今から30年前にですね、はい、これほど自衛隊が協力になる必要があるかといったら保守派の我々でもでそんな必要ないですよというようなことだったと思うんですよ。で、はいはい、でも今まさにですね現状はそうじゃない でそのことはね私あの日本国民もよくしっかり理解してるんじゃないかなって実は思ってましてやっぱりあのロシアによるウクライナ侵略が起きた時からですねイメージってがらっと変わったと思うんですよね。でそれと同時に中国という存在がやっぱ身近より身近な脅威となって日本国民の中に出てるんじゃないかなと。 で誰しも絶対戦争は望まないわけです、うん、我々自身も絶対戦争は望まない、うん、じゃあ戦争をさせないためにどういうことをしなければいけないのかっていうことを、うん、やっぱ真剣に考えもう国民自体が真剣に考え始めてるんじゃないかと私すごく思いますし、うん、でそのためには今の憲法おかしいよっていう。うん 声はは意識っってていうのはみんんなな持ってるんじゃだからうう、はい、本当日本人の圧倒的多数の常識極端な人はドイツもナチスと共産党を切り捨ててるみたいな日本でも極端な人を引き取り願って圧倒的多数の人に合意ができてること侵略はしないこれを否定する人いないと思いますし、ええ、で世界の普通の国に習って軍を持つ、うん、まあどうしても確認が必要なんだとそれもやった方がいいかなと。 今あの自衛隊がなぜ戦力じゃないかっていう解釈自体がもう保守政治家も忘れてるのが困ってるなっていうところこれかなり普及してまして今なぜ自衛隊が憲法9条2項が禁止する戦力に当たらないかって吉田茂が朝鮮戦争を起きて警察予備隊保安隊自衛隊作った時の当時の初代内閣法制局長官佐藤達夫さんの答弁はアメリカにお引き取り願えるぐらいの力を持ったらそれは軍隊だから戦力だから憲法改正して 必要だけれどもそれ以前のものはいらないと。うん いつかアメリカさんにお帰り願って自主防衛するまでは戦力じゃないからこれで憲法改正なんてめんどくさいことやったら当時の社会情勢だとできないんで現実的にそれやるしかないっていう知恵をひねり出したのが法制局だったのになんかあの日本国憲法が新憲法から芯が取れて定着してしまった昭和40年代ぐらいから未来永劫をアメリカ様に守ってもらうから自衛隊をあの自主防衛できるような戦力にしちゃいけないんだっていうふうに固定されてしまってるっていう。 戦後もそろそろ80年ですけど、はい、最初の20年はいつかアメリカさんにお引き取り願うってやってた合意があったのにそれをなくしてしまったっていう。うんだから まあ保守政党のまあ自由党と民主党はもちろん社会党右派まであったから右派は後に民主党になったわけですよね、えー、社会党左派と共産党みたいな変わり者だけは違っていたのに、うん、ところが今保守政治家すらそれ忘れてるいる、うん、これが怖いなや私も今そのことをお話し聞いてですね、うん、なるほどなというふうに思うんですけれどもねただあの状況っていうのはです、ね、かなりやっぱり変わってきて、うん、あのその当時というのはです、ね、やっぱり一国の防衛というのは一国自身がまずは守んなくちゃいけない、はい、っていう状況だったんですけどもはや でも連携して各国が連携して守っていかなくちゃいけないって。うん、これはもう今やです、ね、日米だけじゃ守れないという状況になってますから、はい、やっぱ同志国というものをどんどん同盟でありて、うん、同志国も含めてです、ねうん、全体的な多国間の連携による抑止力を高めていかなければならないんだというような状況になってますからね、はい、でもそれに対して今の憲法もそれから憲法解釈もです、ね、なかなかそれに追いついていけないという状況ですので。はい こはやっぱりですね、倉山さんみたいに侵略を行わない。これだけでいいの。はい、本当に。あともう現実、国国こくやってる現実には、あともそれに対応していきましょうっていうようなことでなければいけないなと思ってます。はい、もう決してでもいいし、1個だけでもいいんですけど、念のために2個付け加えたぐらいのつもりなんです実は。うん、うん、まあそうですね。はい。うん。 そういうことしないとあの左翼とかあ左翼って,言ってね <laughs> 革新戦力のまあいう人たちがたくさんいますからねまあ本当軍隊持たないべきだってじゃあやってくださいと達成してから言ってくださいと、うんうん、いう話にすればいいねまあ本当このまあ新八条の一項だけでも、うん、まあだつまり二項がない状態でも運用できると思うんですよ逆にじゃあ具体的にあのいつどれくらい軍隊持つのか 自衛力を持つのかっっていう議論こそが本質であって、ええ、じゃあアメリカさんがお引き取りは確かに現在の国際情勢だった NATO を見ててもできないけれどもその代わりインド太平洋までは面倒を見切れんって言ってる今までだったら日本が大国戻るのやめてって言ってたの向こうからやってくれって言ってる状況なんだからうん、うん、せめてインド太平洋地域 の大国になるぐらいの国会質は示していいのかな。ええ、つまりまあ大国になるという言葉が語弊あるかもしれないですけど、この地域の平和と安全に関しては責任を持つ国だ。うん、自由を守る国々侵略を許さない指導者の国になるんだっていう意質は示していいかな、うん。いやもうまさにそうだと思いますね。それ逆に示さなければいけないというふうに思ってます。はい でというのはですねやっぱり日米,日米関係っていうのがやっぱり盤石でこのままずっと永続的に盤石だって言ったらやっぱそれはですね今の米大統領選を見ても分かるんですけれども、はい、大統領によってどうなるか分からないっていう状況になってきてるわけですよね。うん、でそこで日本がですね球体前的ないやアメリカさんのやってることにとりあえず従いますよ的なことを、うん、まずその銃のんですかね主従で言えば銃の形で落ち着いていればもう米国の大統領がころっと変わったところで。 ついていててけけなくなくってしまうわけですよ、はい、ここでやっぱり日本がしっかりと意思を示すとく、はい、日本ってこういう国なんだっていうことがアメリカもそうだし世界全体にですねあのやっぱりこう認知されてるっていうことが大切だと思うんですね。はいはい、でそれはこのやっぱり地域アジア太平洋における地域のやっぱり安全保障に日本も積極的に責任を持ちますよという意思はきちんと示すべきだと。 でも本当に戦後西ドイツと日本の違いでよく言われるのは、えー、西ドイツは革新勢力の社民党まで含めて絶対にいつか東を取り返すって意思あったから最後は取り返せたわけですよね。うんうん、とは日本はソ連が崩壊してから北方領土を取り返す交渉を始めましょうって言ってるなそれで取り返るわけ ない中あのやっぱり日本は国家であることを放棄してきた中でもうそれじゃ許されない状況になった中でやっぱり安倍さんのクワッドとか岸田さんの防衛費倍増ってそれはそれでいいことをやってると思うんです、はいえー、ただそれが何のためにやっているのかの国家的合意、うん、つまりアメリカさんに言われたから宿題を果たすがごとくやっつけでやっているのといつか大国戻るつもりでやるのとって全く意味違ってきますよね。本当これはは保守政政治家だけではなくて主要党間の合意 を作ららねばならんなんと、まあ、特にまあ参考にしたのはまあイギリスとドイツなんですけれども、えー、やっぱりドイツだとキリスト教民主同盟を中心として保守勢力と社会民主党を中心としてリベラル勢力が極右のナチスと極左の共産党を排除して国民的合意を作るしイギリスだって保守党と労働党だって政権交代したってウクライナ政策変わらないぐらいの合意あって平下の常にどっちかが陛下なや党なわけですよね。じゃあ果たしてて日本ってそれあるか、うん っていうところが本当に問題かなと。うん、だから結局丸丸党に政権渡すのが怖かったら自民党を入れるしかないっていうそういう政治はやめた方がいいかな。いやまさにそうのと同時にですね。まあ、私はメディアに、うん、マスコミにいる人間ですからやっぱメディアかんなくちゃいけないんですよ。はい、もう何でもかんでもですね自民党に対してはもう悪口言いたい放題と、はい、野党のやってることには全然甘いというような状況だったら、はい、野党も変わらないですね。はい、自民党自身ももう萎縮するばかりなんですよね。 で日本はですねいわゆる世界の報道自由度ランキングというのは非常に著しく低いんですが、はい、これ自身おかしいと思ってるんですけれども、はい、もう政権与党とかね自国の,あの首相に対してボロクソに言える国ですよ、はい、メディアがしかも大手のメディアがですね、はい、ボロクソに言える国ですよね。でこういうような風潮がやっぱり残ってる限りですねやっぱこう政治改革って言って政治だけがですね国会の政治家の人たちだけが 変わるっってていなななかなか難しいなと思ってます、ね、本当政治と金なんて入り口で、えー、結局日本をどういう国にするか、うん、いや本当湾岸危機で死ぬほど恥ずかしい思いをしたから近代政党を作って政治改革やんなきゃいけないんだって話がどっかのもう置き忘れられて、えー、それもう一回今やり直してる話なんでいやそれメディアの話あのでであ出たんで産経新聞の方言う前に言うのはあれなんですけど「どうういや本当皇室報道でまともなの産経新聞やるじゃないですか」と <laughs> 私本当はあちこちで言ってるんですよ。本当にもう もう毎日新聞はス投下であと何も考えてなくて「皇室おもちゃんしてるメディアばっかりじゃないですか」っていうちゃんと取材してから言ってくださいって私言ってるんですけどこれほど君主に対して好き放題言えすぎるっていう本当女系天皇皇室おもちゃんして女系天皇やりたいだけじゃんみたいなメディアがいっぱいあるじゃないですかいやこれは本当にもう褒める時はね誰に対しての私もう臆することなく言いますね、えー、はい。 まあ、あのいずれにしてもですね皇室の維持に関してはあまり深く考えていないメディア多いで真面目に取材して書いてるのはサンケイさんだけで、うん、逆の意味で真面目なのが毎日さんだけあとは朝日新聞も含めて真面目だと朝日と読売がひどいいいですね、うん、真面目にやっっててくださいっていうだそれが、ね、流れで、まあ、いわゆる男女差別はいけないとか全,全然違うのに、はいはい、流れでそういうなんていうんですかね、えー 女権も OK だみたいな雰囲気になってしまうのが僕は非常におっかないなというふうに思ってるんですね、はいはい、本当憲法論議というとその政治家だけにやらせ話じゃなくて国民的合意なんだっていうメディアも含めて、えー、そで,つりでその国民の合意の国民っていうのは今いる我々だけじゃない、はい、ということをやっぱりね考えなくちゃいけないし、はい、今まで法室というものを守ってきたものがあるわけですね、はい、その歴史とそれからこれから引き継いでいくつないでいくここのスパンを考えて、はい 今いる我々がその妻も全部考えて判断を下していかなくちゃいけないというふうに思ってるんでその長いスパンをね忘れちゃいけないなというふうに思ってますけど、ね。う,ん、そう言ってないの一時多数なんだと、うん いうことがまあ国会議員の間で合意で広がってくれなきゃ困るんですがそこで今回これ終わってしまいました、うん、岸田さん皇室と憲法と、まあ、皇位継承と憲法改正とどっちやっても次第歴史に残る大事業っていうことを両方とも政治と金の片手までやってどれもできなかった、うん、これをどう評価していいかっていう泣きたくなるような。 い,やあのいわゆるです、ね、岸田さんあの、鈍感力とかいろいろ言われていて、はい、一番出タしは僕、すごかったと思うんですよね、はい、やっぱり防衛産物署もそうですし、はい、原発の転換もそうですし、安倍政権でやれなかったことをやって通したということと、はい、それからあの外交力、まあ、安倍さんというのがです、ね、非常に外交的にです、ね、あの優れた政治家だったので、まあ、その後うまくやっていける人がいるのかっていうふうに、はい、誰もが不安視している中で、非常にうまくやってたんじゃないかなと思うんですよね。はいうん、あの 国というものも日本はそちらをこななしたなと私の前にですね訪米した時にでもですね,ねえバイデン大統領との間であの非常に緊密なあの日米関係というのを演出することができて日米関係をらなる一歩を進めることができたんじゃないかなというふうに思ってますのでだからこそですねこの低迷する中で最後は結局憲法とこの皇室の問題についても一つもう少し前に進めてくれるんじゃないかなと。 期待しましまた、はい、もうその国会の最終日まで、はい、最後の最後にこっちは延長しますと、はい、言ってくれる可能性がゼロではないぞということを期待していたし、はいうん、そのことは産経新聞の社説でもい、まあ、取り上げてることではあるんですけれども結局それ言わなかかっったで、うんね、て感じですね、うん、やってる 人自体はむしろいいことなのに、そこに意思があるのかどうかは伝わってこないのが千ささんので、うん、だ同じことでも、うん、さっきの防衛の話でも言いました。けれども、うん、意味が違ってくるって,、ええっていうところは非常に問題だなって。うん、結局、この政治改革だって。結局まあ、当時は普通の国になるんだ。うん まともな国っていうことは結局日本がせめて地域大国に戻らなければならないそうもうまともな地域大国ぐらいにはならなきゃいけない状況の中で空想を言ってていいのかなって。 憲法論ののためにこちらの本を書かせていただきますいややもう全く、ねはい、<laughs> 本当にね私は憲法っていうものはですねもう一字一句でも変えればいいしあの変えられるところからもうやっていきましょうっていう論なんですけれどもそれを詰めるためにはですねやっぱりこう意思を持ってる人たちがきちんと理論武装をしなければ一番いけないと思うんですよね。はい、メディも含めてですね憲法を改正に反対するというですね護憲勢力というのが非常に強いですから。はい それを突き、崩すためにはやっぱり憲法改正必要だと思われた人がですね。やっぱりそれぞれに理論武装をしていただいて、いわゆる会見の議論に加わっていただくということだと思うんですよね。で、そのためには倉山さんの本って本当に分かりやすいなと思ってるんですよ。で、僕はあのはっきり言ってまあ、この本もそうなんですけども、一番最初に倉山さんが書かれてですね。誰が殺した？日本国憲法？ もうこれもう私バイブルのように使ってます自分のコラボにも今まで何回使ったことかっていうような <laughs> <laughs> 全然変わってないんでですよそこは一回してるつもりまあ今回ですね新しく憲法を出されて非常に読んでみてですね、まあ、これ非常に分量もあるし非常にこうなんてうんですかね読み応えのあるものなんですけれども随所にやっぱりですねあこここ、ね、議論で使えるというところがすごいちょっとあるんでですね まあやっぱりこのそういう志を持っていただいた方はぜひこういう本でですね勉強あの理論武装していただければなというふうに。 強く思ってます、ねはい、いや本当に、うん、あの左翼の皆さん日本国は軍隊を持たないんだって言って説得して回ればいいのにごまかすじゃないですか皇室の話でも「戦例なんかどうでもいいんだ」って議論すればいいのに戦例にこだわるんだとかいや戦例があるんだってコロコロ変わるんであの人たちそういうのに対して、まあ、全部つなげるとあの人おかしいんでこっちが確固っったるものを持ってなきゃいけないって意味で理論を作らなきゃなと思ったですいや本当にそうだと思います。とにかく本当 細かいところでいろいろ違いはあっても大まかな方向としては今日言ったようなことを国民的に合意にできればなと思って川瀬先輩に来ていただきましたまた逆に立ったかどうかは分からないですけどいやいやいや川瀬先輩も本出された時はぜひ一声返っていただければ <laughs> ということでいつの話になる、はいはい、ではまたよろしくお願いいたしますありがとうございました 日本には近代政党が必要だ自分の政策与奪の件を政治家に任せていってはいけない、ましてや官僚をシンクタンクにしている政治家に任せたら、何をされるかわからない。規制が増えたり、税が増えたりすると、政府の力ってのはどんどん強くなっていくで、そうすると、自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。 それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですがそもそも手続きとしておかしい民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。